おはようございます。はい、準備準備。誕生日にどん兵衛食べよる女ってそうはおらんよね。私の誕生日です。38歳です。朝光日2024年3月17日。コシオ、おめでとうのメールありがとう。インスタグラムの方は毎日投稿いたしております。時には眉毛もなし、ドスッピンで出演しておりますが、悪いとは思っていません。ありがとう。ちょっとね、全然返せてないよ。寝坊したけんちょっと行ってくれ。じゃあね。雨で雨。行けんやろ、これ。これ前見えんやん、船で運転したら。どうする？宇和島着きました。はい、準備準備。よいしょ。はいはいはい。おい、雨降りすぎぞ。雨降りすぎ、雨降りすぎ。けんやろこれ。バンバン降りよるけど、まあ行こうかね。さあ行くよ。ちょっと土砂降りやけど行きますせ。もうびしゃんこ。くそ。右足、左足、後半足。なんか思ったより土砂降りだからびしゃんこなんやけど、まあ、雨嫌いやないんやけど、行ってきます。ゆすの梶原水産の長広さん、これ味釣れる言ってサビキくれたやん。いっぱいコートってこれあげらい言ってくれたやつ、これ使ってみる。ちょっと何これ、ジグにさ、これつけて、ジグつけて落としてみる。これ長すぎるか、まあいいか。ありがとう。今日珍しくジグサビキしてみる。なんか味釣れるって聞いたけん来てみたんやけど、全然なんかわからんわ。サビキです。普段ね、サビキとかね、つけることないんやけど。ちょっと153で反応したから戻る。でもね、あそこ邪魔しに行ったらいけんけんね。なんかマイクでさ放送しよったけん、お客さん乗せとるやろけんね、うん、邪魔したらいけんよね。なんかこの深いところでよう魚見つけれんのよ。ダメよね。違いました、これでした。ごめん、ちょっともう全然ダメよ。なんかさ、深いとこ戸島らへんでアジ釣れてるよって聞いたけんさ、コブンが教えてくれたんよ。コブンの宮本さんがね、アジが釣れよるけん釣れてってあげるよって言ってくれたんよ。
ほやけど私ね、自分が行けるとこやけん、なんとか自分がサビキ落として、味探してみらえ言うて今日来たんよ。宮本さんありがとういつも。もうそれ、味を見つけることができんもんね。あんまりね、船に近寄ったら悪い気もするしさ。ダメですね、見つけれませんよ。そしてさ、もう船すぐ流されちゃうし。みんなスパンカー立てとるやん。あんまり近寄ったら悪い気がするよね。ああ、困っちゃうな。ちょっともうここでちょっとご飯食べら。ろくに釣りもせんで、お前何食いよんぞって感じよね。ちょっと5分計らえ、5分。はい。どん兵衛できました。美味しそう。いただきます。誕生日にどん兵衛食べよる女ってそうはおらんよね。なんか今日は釣りにならん気がしとったんやけど、いけんない。なんかめちゃくちゃ疲れとるわ。結構間違えたな、ジギング。いただきます。うん。うん。どん兵衛いいね。ぬくもる。子分がおすすめしてくれたんよ。大分の子分が。どん兵衛いいぞ。うん。うん。ちょっと味釣りたかったのに全然わからんわ。うん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 、寝坊したけん、なんかろくに食べてないけんさ、ちょっとお腹減って死にそうやったよ。うん、おいしい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 、やばい、全部なくなった。あー、麺がもうなくなった。うん、やっぱ足りんかったか。ごちそうさまでした。美味しかったです、どん兵衛も。これがいけんの？ダメな。けどダメなん？ダメなん？これなんで？ちょっとこれ霧がすごくてどこがどこかわからんわ。島見てもどうしよう、なんか迷子みたいななっとる。これはまずいよ、まずい。あ、船が来たらなんとなくは見える。寒すぎ寒すぎ。閉めました。でかすぎやろ。まさかのこれやったわ。まあちょっとこれ練り物作れ、練り物。嬉しい、このサイズ。これ食べようか、せっかくやけん。ねえ、せっかくやけん、もうこれちっちゃいけど食べない。映ってもダメですか？やば、なんかちょっと暗くなってきたけん、怖くなってきたわい。あれ、これもう霧がすごくてどこ帰っていいかわからんけど大丈夫かな。まあ、帰らい、ちょっと。はよ帰らんと。うん。
どこが港かわからん。嬉しいけど、もう誕生日はエソ、エソですか？エソ、エソ釣れました。あ、まだ生きとるわ。こいつなかなかしぶといな。帰りたくなーい。ダメなー。魚探映っとるのいけんの？これベイトじゃないの？帰れになった。港へ到着。こっからぞ気合い入れないけんのは。ウェディングも終わったはずなのに、ウェディングなぜ追いかけるの。ちょっともう喋る余裕がない。あなたの幻消すように私も今日はそっと雨。そっとやないよ、これ土砂降りで。もうちょっとないけど、もう元気が電話。あと全部鍵閉めて、はあ、元気出そうか。心が忘れたあの人をなぜか。なんだ歌詞忘れた。雨雨降れ降れもっと降れ、私のいい人連れてこい。ねえねえ、これなんだこれ、ポリ。ちょっとこのタンクをマイクにして誕生日に歌いよる人っておらんよ、絶対。今日私誕生日で、相当面白かったんやけど。ほんでね、ちょっと今からまたさらにね、帰りしに、またさらにね、嬉しいことがあったんよ。ちょ、連絡もらったけん、寄るとこあるけん、ちょっと寄らい。あー、疲れた疲れた。雨降りすぎやろ。雨降りすぎ。止めた。止めた。止めた。あと、止めた。バッテリーも消した。あとね、ここがさ、もう水たまりないよ、すごい。やばいわ。これはちょっとなんか道路の作り間違っとるやろ、もうこれ。これもう川になっとるが。ハッピーバースデー、ディア私。ああやばい。ああ、よかった。ああ、折れたか思うたわ。ああ、よかった。過去一記憶に残る誕生日になりましたよ。惨敗。
あ、ジギング難しいな。あのね、150メートルのところでね、アジ探してみたかったんよ。何にも映らんないけど。わぁ、寒い寒い寒い。ちょっとバカやけんさ、ズボンカッパ持ってきとったのに、カッパ履くの忘れて、なんかズボンビシャンコになりました。いや、パンツ濡れた。寒い、気持ち悪い。こんな、信じられんやろ、私本当にすぐ忘れるんよ。持ってきとってことさえも忘れるんや、なんか。なんかバカなんかな。到着しました。エンジン氏。プレゼント、うん、やった、まさかのプレゼント、嬉しい。入って開けようか。な、何これ、めっちゃ可愛いやつ入ってないけど、分かった、ありがとう。動画使おう。嬉しい。そうなんよ、全然釣れんかったけんさ、毎回出し入れ、そうで、出し入れ、うん、そうね、これうまいけん。ありがとう。しゃべらんのかい。お魚も喜んでくれてからめっちゃ嬉しいんやけど、なんか惨敗やったけど、もはや嬉しいです。帰ります。あ、ただいま、今帰ったよ。サブ、とりあえず軽く流しとくね。サビキンもまた使います。待ってよ、寒い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 。ちょっと、あのさ、ズボンもビシャンコやけん、この辺まで水入ってきた腕とかも寒い。どうしよう、ちょ、寒いわ。ちょ、ごめんね、ちょ、まだお風呂入れてないんやけど、もうとりあえずしんどいけん部屋着に、寒いけんとりあえず部屋着に着替えてあげてください。ああ、わかる、疲れちゃって、わかる、お風呂入らんと、ちょっともう疲れたけど、とりあえず寝ない、ちょっとだけこのまま汚いけんいけんかもしれん。ああ、もうちょっと誰か、もう本当に疲れるんよ、わかる、頑張れ、愛と戦う君の歌を、戦わないなら笑うだろう、愛と、うん、ねえ、ごめん、撮るの忘れとったわい。はい、金づち、まあ、こんな感じよ。はい、叩きました。よいしょ、どうですかね、これ切れませんね。あ、切れた切れた。そしてこれを、この骨を、よいしょ。よいしょ。あ、はい。はい、骨取れました。大きいと大変です。大きなスプーンで。スプーンで身を取っていきます。はい、身が取れました。剥げないぜ。よいしょ。よいしょ。剥げろ。きれいに剥げろ。はい、できました。はい、炒めます。ある程度炒めます。スパイシーが好きやけん、よいしょ、かなりこうやってかなり入れるんや。はい、フードプロセッサー、よいしょか、これを、まあ、これもまだね、絶対骨あるけんね、これでもこのぐらいかな。うん、結構塩がいるんだよこれには。これで許して、うん、やろ。んでもって、はい、よいしょ、みりん、トロ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 、なのかな、間違えた、まあいいか、ほら、はい、いい感じ。ちょっと後で味はね、直しますけど、先ほどの具材を投入します。うん、スパイシー天ぷら、ちょっと待って、もう眠たいし疲れて限界やけん、限界、お風呂入るわ。見たくもないもの見せんのとか言われたら困るやん。こやけん、ちょっと蓋しとこ、この映像いるん。これ結構味ついとるけんな、すぐ焦げちゃう。味噌の天ぷらです。
ただきます。もうでもちょっと卵2個入れた間違いだな。ちょっとボワボワになりすぎた。はい、肉ごぼう、肉ごぼうおそばです。いただきます。あー疲れた。いろんなことやるったらさ、ご飯食べるのとかも忘れちゃうわけよ。きつねと卵と肉ごぼうのおそば。うん、十分です。急いでるときはね、こうやってね、あの何、そばとかうどんとか早いけど、忙しいときは結構こうやってすぐするもんが楽よね、作るのも。すごいよ。どう、磯団子鍋、春雨も入れた。鍋っていうかスープかな、これは。わからん、鍋くらい。いいよ、これさえ見えたら。私の顔が暗くても別にどうでもいいよ。そう、私ね、あのエソのこの出汁が出た汁っていうか鍋とかすごい好きなんよ。嬉しい。あいけん、これが曇るわい。剣、これ剣わい、もう剣買ったわい。じゃいただきます。ちょっと汁から。うわ、うまうますぎ、うますぎ。エソの団子、これ熱い熱い。あ、こ、うーん、うま。相当エソってうまいね。エソって手間はかかるんやけど、すごい美味しいけん。はい、残りは冷凍します。うーん、うま。嬉しい嬉しい、よかった。いや、今イチゴに怒りよったんやない。ちょっと、とっても怒りかけとった。こっち向いてや、うん、もうダメ、食べよう。もう葉っぱも食いた。タルト生地もう相当うまい。